サンラインフィールドテスターの山本です。本日は山口県健陽丸さんのお世話になって冬の平正キャスティングで狙っていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。こっちの山口県の海域は僕らはよく行くのは、潮巻き瀬であったり鉢であったりというところを連れて行っていただくんですけども、フィールドの特徴としてはどちらかというとピンで打つよりは線で打つ、面を打っていくっていう感じの釣りになると思います。この時期は特に大型のベイト捕食してるっていうことなんで、今回も事前情報少しいただきまして大型のルアーがいいよっていうところでタックルも強めのタックルを準備して、ルアーも大きめのやつ、今回メインのタックルとなるのが14000番に P85 でリーダーが180ポンドでルアーが210ミリのウェイトがだいたい110グラム前後のルアーです。で、割と強めのシングルフック入れて使うのが今回メインタックルになると思います。魚の出が悪かったり水中バイトが多かったりという時は操作性を上げるっていう意味でやや深く入るというか水中に長くとどまる系の、テストルアーになりまして、それに同じセッティング14000番に P85 でリーダーの方は操作性を上げるという先ほど申した通り150ポンドのテストのナイロンリーダー入れさせていただいております。でもう1本の方がより大きなルアー、ダイビングペンシルの 150g 前後もしくはポッパーのスリムロング系のそれも 150g 前後のルアーを使おうという時は18000番に P15 で、リーダーも180ポンドというこれが多分一番今回強いタックルになると思います。でロッドに関しては、このモデルだけはちょっと短めのロッド7フィート11インチぐらいのやつ入れてますんで参考にしてみてください。意気込み1日楽しく正直言うと釣れたらいいかなと。でサイズが大きいのが出てるっていうことなのでいいタイミングでいい魚に出会えれば、一番ベストかなと思ってます。とりあえずいろいろと試しながら楽しみたいと思います。 P ラインが傷みやすいんで手がどうしてもかさつきやすいんで僕はなかなか寒い時でもグローブをしないんで、指にテープしてある程度 PE が痛むのは防ぐんですけども、それでもちょっと触った時とか手が荒れてるとどうしても P ラインが痛みやすいんで冬は僕これを愛用してます。キャストは右でも左でもするんで両方巻きます。であんまり寒い時はグローブしてます。オッケー、行きましょう。スタートで光量が少ないっていうのもあって260ミリでかいので7フィート11インチ PE が15でリーダーが180ポンドを使っております。ナイロンです。どんな感じかは全く探りながら、派手に動かした方がいいのかロングジャークがいいのかはいろいろ試しながらやってみます。ゆるりで帰って後ろから入ってねって後ろ立った方がいいかね。船がこう進んでるからさ。 OKオッケー。わ、その辺早いんややっぱり。オッケー。九州の玄界灘の方やともう少し前のシーズンでシイラを追い回す運動会みたいな大型が食ってくることが多いんやけども、山口県はちょっとタイミング的に後ろになって今ぐらいの時期が多いかな。このまんま冬に突入してってサンマであったりとか、さっきもちょっと船長と話してたんやけど、スマであったりとか横穴の子を食うようになるっていう大型のベイトを食う時期になってるんで、僕らもどっちか言えば、でかいで長いルアーをよく使います。
で春になればもう少しそのルアーが小さくなったりはするんやけども、基本的にはこの時期は大型ルアーで大型を狙えれるっていういいタイミングなんで、まあそこをいろいろ試しながら今日は楽しみたいなと思ってます。おい出た、松本くん出た、おい乗った、松本くん乗った、ふぅいいよ、ちょうど、あ、ちょうど追われた、来た、でかい、でかい、まあまあある、いいぞ、走らせねえぞ、いやもうそんな感じじゃないな、おお、いいやん、やった、よし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 、あれ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、オープンベール、オープンベール、オープンベール。おっしゃ、おっしゃ、大きいや。おっしゃ、おっしゃ、いったんじゃ。はい。イエーイ。イエーイ。イエーイ。でかっ。遅ればせながらサンラインの庄司松本です。朝蓋流し目しちゃいました。19キロぐらいですね。ルアー潜らせ、長めに潜らせるイメージで、でちょっと早めでドーン行きました。ラインはフルコンタクト8号で、リーダーは、プロトンですね。いい感じです、ありがとうございます。よっしゃ、はい、じゃあもっとでかくなれよ、ありがとう、ありがとうございます。トータルでどっかが弱くてどっかが強いラインっていうのは作れるかもしれへんけど、トータルで優れたラインを作るっていうのは多分、僕は初めて糸の開発に今回携わらせてもらったけど、すごく難しいことやと思う。ラインの桜ピンクの濃さであったりとか、あとは耐摩耗性のコーティングであったりとかっていうところもひたすらにやっていきました。開発からリリースになるこの3年ぐらいは本当にサンラインさんものすごくやってくれて、僕の中ではもう感謝しかないし、これからもずっと使い続けていきたいし、いいものやっていうことをもっと上手に伝えれないかんよなっていうのは正直思ってます。それが本当のテスターの仕事やと思うし、開発するだけやったら多分言い方悪いかもしれんけど誰でもできるかもしれんけど、その先を伝えていくっていうことが僕らの今からの仕事なんで、今のリリースの直前の製品に関する部分は僕は本当に満足してます。ただここから先皆さんにいい魚をたくさん釣ってもらおうっていう部分の発信は今から僕らが頑張らなきゃなところかなと思ってます。今トップで食った、マジで、お深いとこやったんや、あそう、了解、広く探っております。斜め後ろへ切ったり、真横組に切ったり、いろいろしております。真横に切るといかんね、ルアーの泳ぎが悪くなる。シュアの場合は足場が決まっているから、潮が当たってきたり離れていったりがあって、まあ潮の向きによってスピードを変えなあかんのはもちろんだけど、船の場合は船がポイントに向かっていくんで、その潮の今実際2ノットなんやけども、2ノットって言ったらだいたい1秒間に1メーター弱ぐらい動いてるのかな船が。ということはルアーをゆっくり引いてたらルアーはそこにあるまんまで全然ポイントを切れないんで、っていうか探ることができないんで、
そういう時はリトリーブを早くしたりっていうのがオフショアの釣りでは大切かな。で、あと一つ流れてる方向に対して90度に切るっていう方向に釣ればルアーが一応2ノットで同じように流れていくんやけど、その時はまあ斜めにこうやって動かしてる、自分がここに寄ってルアーが着水点ここやったら斜めにこうやって動かしてるイメージであれば狙いやすいかな。まあルアーも一緒に2ノットで移動しちゃってるっていうことやから、厳密にはもうちょっと細かく潮があったりその時の角噛む角度があったりするから、いつでも彼でも横に投げてもいいっていうわけではないんやけども、一つのヒントとしてはそういうのは、だから通常の流されてる方向に向かって投げてる時やったら1ノットよりは早く巻くとか1ノットよりは早く動かすということを意識してもらうとオフシャアはいいかなと思います。もちろん逆に送り込むっていう方法もあるんやけど、なかなかそれはレアケースなんで、あとはその時に合うルアーやね。今正直バブルス投げとって2ノットではしんどいかなっていうところがあって、潮神の前でバイトが出て、うわついてきてるチェイス、うわ今チェイスあったねあるからちょっと早く動かせば、ケンちゃん今ちっちゃいの来たわ、いや茶色かったで背中、うん、サイズは分かんないけど、バブルス反応はあるんだけどね、ドーンって入るまでにいかんね。まあ今みたいに、そうやね、どこまで喋ったっけ、早く動かすっていうか、うん、ルアーを合わせていくっていうのも必要、ちょっと針のウェイトを重くしてみるとかリトリーブのピッチを細かくしてみるとか、水中にルアーを入れてから長く引いてその間にリトリーブを多くするとかっていう、ちょっと早く巻くっていう努力をするというか工夫はオフショアは必要です。僕の好きなのは 0.8 から 1.5 ぐらいかな、 1.6 かなは僕が好き、僕の釣りやすいって言ったらいかんけど、ヒラマサに関して言うとね、ガンガン流れてるときは頭使わなあかんし、結構スピード考えな、動かなさなあかんから、そうやね。でハイスピードに反応してくれるかって言ったらなかなかそうもいかんくて、やっぱりどっかで食わす間を作ったらなあかんというか、その一瞬でもいいで間を作らなあかんというときに、なかなか早くてリトリーブだけの釣りになるとなかなか難しいし、その辺がヒラマサの面白いところではあるんやけどね。おい出た、乗らんかったぞ、うわー出なかった、かすりもしないわ、ストライクゾーン短いね、潮早いで、ねえサイズはそうでもないと思うけど、どっかで当たれば出てくるでしょう。うねりがジャブジャブ出てきたね、いや長いな今日は、バイトまでが一回出てから続きませんね、なかなかね。あ、着いた、ちっちゃ、うわペランペランやん、あいつが食われとるのか、けどあいつが食ってくるぐらいやから幸せやね襲われる感じがないというのは、動き始めて釣れたらいいけど、うわペンペンもお手こんくなった、潮死んだ、ピッチとか変えて結構探ってるんやけどね、実はなかなか反応がないですまだ待ってない、あと1時間ちょっと最後もうこっちにかけよう、ずっとボールは見えるかな、お前か、
スラック髪割る300で追いつかないね。あれあれやな。スラック出して音ね。見える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 。届かんわ、あそこまでは。なんか雑っぽかったな。いや、ペンペンやったで。ペンペンやった。うん、なんか一匹雑っぽいのが最後ペンペンがバイーンとかされたで。出てこいよ。あ、来た。 32m、 32m ね。もう一回かもしれんだ。首よりでかいわ。行くぞ。でかいよ、でかいよ。よし、ガッチリかかってる。行くね。ほい。オッケー。イエス。たけし、サンキュー。イエーイ。よし、ウィー、いやー、行くよ行くよ行くよ。ありがとう。何が起きるか分からんよ。後ろ行こうか。水水水水水がいる。20あるな。ジャストぐらいか。行くぐらいか。ナンバー。おい、オッケー。いいいい。オッケー。オッケー、オッケー。オッケー、水入れて。絶対生かして返したいからな。けどプロモーションめっちゃいいな。こいつ。最高。300スリム反応。シーラが一番ペンペンシーラが反応しとって300スリムに変えて。流し直し2時の方向に流れてるっていうことやったから、そっちの方向に頭を向けるようにで、早巻きからのダイブ入れた瞬間にチェイスがあったんで、数十百目ぐらいでドーンと入った感じかな。いい魚、プロポーションいいし重いよ。グッドサイズ、本当に感謝します。みんなに感謝、ありがとうございます。83のヒラマサロットに14000番、フルコンタクト8号のリーダーが180ポンドナイロンリーダー入れてます。でルアーは300ミリでシングルフックでガチッと捉えました。ありがとうございます。いくよ、せーの、ありがとう。よーし、たけし、ありがとう。イエーイ。よし、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。やったね。お疲れ様でした。今日一日しっかり、振らせていただきました。
ぐっとまあ凝縮されてると思うんですけども、一日の中でいろんなゲームを組み立てて、で健陽丸の松岡船長をはじめ、同船したメンバーの釣りであったり、官僚丸の寺田船長の情報であったり、ゲームを組み立てて魚を釣っていっております。平正キャスティングゲームっていうのは一人でできるものではありません。情報共有をしてみんなと和気あいあいと楽しんでもらうのが一番ベストなゲームかと思います。そして平正キャスティングゲームにはぜひともサンラインのフルコンタクトシリーズをよろしくお願いいたします。